皆さんこんにちは。日本テレビアニメ大好きアナウンサーの伊藤亮です。私が今回おすすめするアニメ作品は満を持して紹介させていただきます。乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったです。アナウンサー泣かせ、よく言えたって今自分ちょっと思いましたけれどもね。通称ハメフラでございます。今話題の異世界転生ものの中でも異質なコメディ作品になっています。めちゃくちゃ面白いです。まずあらすじをご紹介します。わがままな公爵令嬢カタリナ・クラエスはある日頭を石にぶつけたことで前世の記憶が蘇るんです。その記憶っていうのが自分自身が日本のオタク女子高校生だったという記憶なんです。そしてある重要なことに気がつくわけです。今カタリナとして生きているこの世界が前世で夢中になっていたゲームフォーチュンラバーの世界観に似ている。そして自分が主人公と敵対する悪役令嬢であるということに気がつくわけです、ね、前世でのゲーム内でカタリナは登場するキャラクターたちと対立することで、まあ、良くて国外追放、悪いともっと悲惨な結末を迎えるんですよ。この世界でのその破滅フラグを回避するために登場人物たちとの関係性を良好なものにして、ゲームとは違う幸せな未来をもぎ取ろうとするカタリナと、それに振り回される愉快なキャラクターたちの物語ということになっているんですね。私のね好きなシーンをまずご紹介したいんですけど、なんといってもカタリナの脳内会議です。破滅フラグ、つまりバッドエンドをこう回避するために毎回カタリナは脳内で5人のリトルカタリナたちが会議してるんですよ。今後どうすればいいのっていう会議をしている様子がシュールに描かれてるんですよね。そこで出てくる意見がね、またこれねめちゃくちゃでトンチンカンなんですよ。一番なんでそうなったのって思ったのが、4話でその前世でプレイしていたフォーチュンラバーというゲームにおける主人公のマリアが現れるんですけど、ゲームではそのマリアと敵対することでどんどんカタリナは破滅の道を進んでいってしまうんですね。そんなマリアと出会ってどういうふうにすれば破滅フラグを回避できるのかっていうふうに会議をしていく中で出た結論が、国外追放されても農民として生きていけるようにとりあえず今から畑仕事の経験を積もうっていうものになったんですよ。なんでってなるじゃないですか。そういうちょっと外れた結論をリトルカタリナたちが一生懸命出すのがすごく可愛らしいんですよね。しかもこの5人いるわけですが、全員をですねカタリナ役の内田真彩さんが演じ分けられているわけですが、まあそのね可愛らしさと内田さんの技術ガッとね詰め込まれた会議になってますから、ぜひともねここね癖になりますので注目して見ていただきたいなというふうに思いますね。さらにですね、私がこの物語で特に好きなポイントがあるんです。それがどん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 モテていくカタリナです。あれ悪役令嬢破滅フラグはって客観的に思うぐらいカタリナって人たらしなんですよ。カタリナの性格は、まあ、前世での記憶を思い出したことによって少し変わるんですけど、裏表のないはっきりとした性格なんですね。ズバズバ思ったことをはっきり口にできる、まあ、それが相手の心を動かして、気づいた時にはゲーム内で敵対していたはずのキャラクターたちみんなカタリナのことを漏れなく好きになってます、まあ、しかもねこれ肝なのが、カタリナ自身自分がモテていることに気づいてません。カタリナは自分の破滅フラグを回避することしか頭にありませんから、周りの人から好意を寄せられているなんてことはね全く気づきません。そのカタリナが気づいていないところで、カタリナのことが好きな人同士で駆け引きが行われるんですよ。ここがねカタリナ気づいてないんだというか、シュールというか、すごくね面白い幸せな気分になれる場面ですね。私が応援しているキャラクターが一人いまして、アランっていう銀髪のイケメンなんですよ。少しねオラオラ系なんですけど、カタリナの前ではツンデレっぽいところがあって可愛いなってなるんですよね。ピアノが上手っていうところもこのアランの注目ポイント、ギャップなんですけど、カタリナのね周りにいる人たち、その出てくる登場人物たちみんなねいい人なんですよ。悪い人がいないのですごく安心して見られる、そこが大きなこの作品の魅力だなと思いますね。さて皆さんいかがだったでしょうか、ハメフラ。ちなみにアンジェラさんの歌うオープニングテーマ、乙女のルートは一つじゃないという曲もぜひとも楽しんでいただきたい、頭からですね離れない楽曲ですので、ぜひねそちらも注目して見ていただきたいなと。オープニングもねすごく可愛らしい感じになってます。乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったは Hulu で絶賛配信中です。2期も楽しみにしております。